市民総ぐるみ環境美化運動クリーンアップ福井大作戦の一環として2日、気比の松原の清掃活動が行われました。気比の松原クリーンアップには地域住民をはじめ企業や各種団体、スポーツ少年団の子どもたちなどおよそ1300人が参加しました。松原海岸で行われた出発式では米沢市長がみんなで松原をきれいにできるのは嬉しいこと、敦賀の自然を守り環境を整えていくことをみんなと一緒に頑張っていきたいと挨拶しました。このあと参加者は花尻海岸と松島海岸の二手に分かれて清掃活動に励みました。クリーンアップ福井大作戦は毎年6月の環境月間に合わせ県内全域で展開されています。この日は敦賀市内の各地で環境美化運動が行われ、一斉拠点活動として市が気比の松原クリーンアップを開催しました。参加者はゴミバサミと袋などを手に全長およそ 1.5 キロの砂浜を歩き、漂着ゴミのほか空き缶やペットボトル、タバコの吸い殻などを拾い集めました。また雑草を取る作業にも汗を流していました。特に小野川から松島付近は漂着ごみや流木が多いことから重点的に清掃が行われました。活動の共催団体である敦賀環境未来ネットワークの増田会長は、自然を守っていこうという市民の思いが白砂青松の気比の松原の維持につながっていると話していました。草がもうすごいわ、綺麗になった。やっぱたくさんおるとすごいねって今話しとるんやけど、プラスチックやタバコとかが多かったですね。敦賀は新幹線も通って人も多く来ると思うんで、名所が綺麗になるということはとてもいいことだと思います。この日はおよそ2時間の清掃活動で可燃ごみが3590キログラム、資源ごみが20キログラム、粗大ごみが120キログラム集められました。